どうも、ジョーです。こんにちは。今日はですね、この鉄道マニアならみんな大好きな車内放送についてちょっと配信をしてみようと思います。車内放送はですね、この機械、機械だけ持ってるっていう人もかなりいるんじゃないかなと思うんですけど、実際に接続をして電気を流して使えるようにしてみたいと思います。配線の番号とかね、そういったものの話も出てくるので、ぜひ最後まで見てもらえればと思います。チャンネル登録の方をお忘れなくお願いします。今回使うものはですね、これですね。これは出力増幅器、まあ、要するにアンプですね。でこの HP1 っていうのが形式で、H がスピーカー、保温型のスピーカーですね。これを2つまで使えるということで HP1H2 という名前の部品になっています。はい、次はこの制御増幅器、まあ、車内放送のマイクですね。このマイクがあることによって、まあ、マイクと、乗務員からの連絡使えるようになっています。通常これはですね、常にこのスピーカー側から、あの車内放送の使わないときはスピーカーの方から、こちらの反対側の運転台なり中間運転台からの音声が流れっぱなしになっています。でこれはあとはブザーで、まあ、車掌さんなり運転手さんなり呼び出して、まあ、相手方と連絡をするというふうになっています。まあ、常につながりっぱなしのインターホンになっています。で放送するときだけこのボタンを押すことによって、放送の回路に切り替わって、こちらがマイクに変わって車内放送が流れるというふうになっています。次にこのスピーカー、スピーカーですね。このスピーカーは別にこの専用のものでなくて8オームのものであれば通常市販のものを使っても全然構いません。この専用のものをね使う、確かに音なんかはいいんですけど、実際にこれを本当に使う必要があるのかっていうのはちょっと、まあ、その人次第かなと思います。まあこれがあった方がね、音は間違いなく実際の音が出るので臨場感は増しますが、必ずなければならないというものではありません。次に電源、これは前回の動画でも作った直流 100V を作ろうというものがありますので、そちらを参照してみてください。これは特になくても大丈夫ものなんですけど、接続箱、中単純にこのレセプタクルですね、これが中が端子台になっているだけのものなので、まあ、あれば便利、運転台というよりはまあ乗務室作っている人なんかはこれがあるとまあ素晴らしい道具だと思います。では実際に解析していきましょう。はい、それではですね、まずこの増幅器の方から見ていきたいと思います。まあ、単純にこのオンオフのスイッチ、これは放送の電源のスイッチになりますので、これがオフになっていたとしても車内放送はできないですが、乗務員間の連絡をする上では全く問題がないので、この電源は放送のオンオフのみになっています。なんでね、 100V かかっているとこれスイッチ関係なく純粋に 100V 常にかかりっぱなしになっているものになりますので注意が必要です。接続する部分ですね、これがマイク出し入れするところですね。先ほどの制御増幅器をここにつなぎます。まあ、オルゴールなんかはちょっとヒロ持ってないんでわからないですけど、ここにつなぐのかなって思います。はい、これ入出力する側ですね、実品になっています。ものはこれはなかなかね、このレセピタクル探しても売っていないんですけど、まあしょうがないから直付けするなり、先ほどの接続箱どこからか探してきて配線するなりするしか現状では通電する方法ないんじゃないかなと思っています。はい、では中を見ていきましょう。リレーですね、リレーと基板と、まあいろんなもの入っていますね。それにしてもここにある411っていうスイッチは、これを入れることによってリレーが、常にオンになりっぱなしになります。でこのオンになりっぱなしなんでなるかっていうと、この同じ HP1 タイプのこの電子タイプの増幅器だけでやる車両だったらいいんですけど、一昔前の車両、真空管のアンプなんかを使っている車両と連結する場合には、これをオンにして入れっぱなしにしておかないと、そこの放送がどうも入らなくなってしまうそうです。実際ね、これ中の回路を追っていくと並列になっていて、制御増幅器の先ほどの放送の方のボタン、黒いボタンを押すことによってこれが入りと同じ作用をするようになっています。なので僕たちが使う分には普段はこう機嫌しておけば全く問題ないスイッチになります。で、ね、たまにこれ動かないんですけどっていう人いるんですけど、まあ、大概ねここのヒューズ確認してもらうと、もしかしたらこれが原因になっている可能性があります。まあ、これでも動かない、それでも動かないって言ったらね、一回これを入れ取れるんでね、入れ取ってちょっと入れ替えてみるとか、入れ替えてみるとか、そういう方法を試してみるのもありじゃないかなと思います。よいしょ。はい、
ではですね、ちょっと配線を追っていこうかなと思って見てたんですけど、なかなか厳しいですよね。テスターでいつも通り1個ずつこう追っていくのもありっちゃありなんですけど、ちょっとめんどくさくてね。あとなんていうんですか、ここの止めてあったりして切らなければいけない。今日は極力こう物を温存したいタイプの人なんで、あんまり切るとかね、取っちゃうとかね、新しいものに総特化するとかっていうのはあんまりどちらかというと好きではないタイプなので、ちょっと躊躇してこう外からこう眺めたりなんだりしていましたけど、ただね、素晴らしいものを手に入れたのでちょっとご紹介したいと思います。はい、この接続箱ですね。接続箱をちょっと手に入れてみて、でまあなんでこんなものを手に入れたかって、最初はここの止めが欲しかっただけなんですよ。この止めを手に入れることによって、まあ、今作ってる165系の乗務室なんか、そういうものの中にこれ使えればいいなっていうのと、あとこれ裏をね、ワンチャンちょっと切り取って、まあ、普通に解析したものを配線して車内放送できればいいなと思ったんですけど、皆さん素晴らしいものの中に入ってきます。さあ、こちらをご覧ください。じゃん、見えますか？これね、中に入っているものは、まあなんてことない端子台なんですけど、この端子台、ここ見てください。なんか数字書いてありますよね、これ。そうなんですよ。これ何をどこに接続すればいいか、なんとここに全部答えが書いちゃってあるんですね。しかもこんなとこ、プラスとマイナスも書いてあるんで、全然ここただ単純に 100V つなげばいいだけだなってすぐわかりますよね、こんなの見れば。で、まあこっちの方はね、こっちの、制御増幅器の方のものなので、単純に短絡するための何か、ケーブルを作ったりで差し込めば、これが端子台として使えるという風になるものです。はい、でですね、一つ一つこれを解析していこうと思いまして、まあ、解析っていうほどのことじゃないんですけど、一応こうテスターをつないでどこが何に通じているのかっていうのをちょっとこう調べてみました。はい、それではですね、どこがどうつながっているのか解析してきましたので、こちらの方に紹介したいと思います。まずですね、この下側に映っているもの、この下側に書いてある絵は、こちらの接続箱、受ける側のものになります。で、上に書いてある方、この上に書いてある方が、増幅器本体の方のこの、入る方のですね、ピンになっていますので、これを間違いなくお願いします。まあ、仮にそうだとしても、この番号さえ追っていってもらえれば、その番号の通りに、接続箱を解析したものになっていますので、大丈夫かと思います。で、今回ですね、お家で車内放送を楽しむためには、まず使うものこの4つだけあれば大丈夫です。で、まあ単純に先ほど書いてあったプラスのところ、これが1番のピンにプラスの 100V を差し込んでください。見えるかな？1番ですね。1番これ。ここに上にボッチがあるんですけど、このボッチからしてここ。これ1番。で、その隣のこの8番。これがマイナスです。グラウンドになっていますね。ここにグラウンド、マイナスを差し込んでください。ここですね。8番。で、他のこの、2、3、4、5というのは、2、3、4、5というのは、まあ、おそらく他の車両と、車内放送の、音声信号を受けたりだとか、こちらから、発生した音声を、相手側の車両に伝えるための音声信号に出入りするためのものになっていると思います。と言いますのも、これ全部こう繋がってるんですね。全部こう繋がってしまっていたので、接続箱の中では繋がっていますけど、これ自体2つ持ってる人なんかはね、直接繋いでみたらうまくいくんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとまだね、ヒロの方がそこまで実験していないので、何とも言えないところですけど、おそらくそうだと思っています。今後またね、実際に繋いでやってみたいと思いますので、その時までお待ちください。で、6、7、これこの先ですね、動画も1個出てきますけど、その中で、スピーカーの中に410、415という配線ありましたので、スピーカーで間違いないかなと思っています。で、これはですね、9番は411番って書いてあったんですけど、411ね、この中に入ってきた411のスイッチの番号と同じですので、ここに 100V をかけることによって、まあ、他の車両のね、411のリレーが動くんじゃないかなというふうに思っています。はい、なんでですね、お家で車内放送するためにはこの1番にプラス 100V、 8番にグラウンドを接続してください。あとね、スピーカーなんかは市販のものでもいいって言ったんですけど、こういう本当普通のものを使っても全く問題ありません。で、これ実際にヒロはさっき音声流して声がするのを確認していますので、別に
これでも大丈夫ようです。8オームのものですね、使ってくださいね。はい、ちなみにですね、こちら参考になりますが、これね、あの国鉄の教科書になりますね、まあ、教科書なんですけど、これに書いてあるものだとどうも配線は3本しかね、あの車両を引き通しには使ってないようです。で、これを少し追って見ていってみると、この411は1本で、412、413っていうのもそれぞれ1本ずつこっちの方にしていて、で音声の方なんかはね、これシールドになってるみたいですね。で、1本がこれがマイナスになっているので、先ほどのピンアサインで考えてみると、まあね、411で、リレーが各車両リレーがオンになると、412、413で流れている音声が各車両にこう行き渡って流れるような仕組みになっていると読み取れます。なんでね、412、413っていうのはおそらくこれ普段は車内放送の他に乗務員の連絡の音声が流れっぱなしになっているんですけど、その流れっぱなしになっている音声を車内放送用に切り替えて、なおかつ他の車両での音声をですね、その放送の中に入れないっていうような仕組みのリレーが入っていると思います。まあそれでね、リレーが2つ入っているっていうのも加点がいきますね。ね、それにしてもこのラージオってね、なかなかいいですね。レトロですね。あとですね、こちらのページの方にも書いてあるんですけど、この HP1 型なんかのね、トランジスタ式っていうみたいですね。なかなかメリットがたくさん書いてありますね。従来のものっていうか昔のね、真空管式なんかとも混用することができるし、トランジスタ電話とも使用することができる。なかなかこれすごいですね。スピーカーを送り出す方式だったが、この方式は制御増幅器の出力を一旦これと組んでいる出力増幅器より増幅してから、音声制御出力として各社の出力増幅器にも送り出す方式としている。なかなかね、刺激的なことが書いてありますけどね、あの411のボタンなんかに書いてあるの気になる方は、ここなんかいいんじゃないですかね。出力増幅器はカバー表面から放送スイッチと電源表示器を操作することができるようになっており、従来の真空管式と混使用するための車両形式別切替スイッチを内蔵している。あ、411のスイッチ、おそらくこれのことを言っているんじゃないですかね。なかなかためになる参考書があったなと思います。はい、ではスピーカーの方を見ていきましょう。